花火職人サブチャンネル開設しました。企画の裏側や夏が近くやってます。サブチャンネルのリンクは概要欄から。チャンネル登録の方お願いします。それでは今日の本編どうぞ。はい、どうも花火職人のゆうと、ゆうとぴです。はい、ということで本日の企画、第10回笑ってはいけない即興俳句。ついに花火職人笑っちゃいけない復活ということで、おかえりよ。笑っちゃいけないが見たいという、まあ、声たくさん、届いてます。はい、まあ、僕たちいろいろ悩んでましてね、まあ、ちょっと笑っちゃいけない封印してたんですけれども、久しぶりにもうほんま数ヶ月ぶりに10回やで、第あの2年以上前の第1回からどんな成長したの。ないないない。まあ1回言うてね、オープニングで、もう第5回読んだから馬なったとか、俺らこんだけ読んないない。年だけ取っておい、年取んな、ま、年だけなんで年取んねん。見返してみ、昔の動画めっちゃ若いやんな。第2、3回の最後見てみ、ロメメイドみたいな感じで、なんか 今何ボブメイド、ドブメイド、ほぼトルメイドやけどな。そこ妖怪なんですよ、あのコンビニのやつで第1回紹介したやんか、そのキュウリを。ほんまに毎日食ってんねんか。止めたって誰か。いやで、オレンジ食うとき毎回もうキュウリと耳が。耳がの消費量沖縄に次ぐ人や。やばいよ。そうそう。ギャルソンのこれもっと赤やと思って食いすぎてちょっとキュウリになってきたんや。色素沈着してるの完全。お前お前。すみかんパン。でポロポロが2。ポロポロ2。で、俺より緑が1。ほら、固定員ゼロになるんだ。デコピンに戻るか1回。うわぁ、嫌やわ、デコピンめっちゃ痛いわ。そうやな、デコピンの方が痛い説あるもんね。そうやな。おるね、おるね。おるおる。それでは、久しぶりの即興俳句、やっていきましょう。花火職人。第10回、笑ってはいけない即興俳句、スタート。あー、なんか久しぶりやばいな、緊張が。漬物。しばしばと私にご飯のお供させ。耳が塩味の豚の耳から作ったよ。フラミンゴ。片足で立ってるピンクの草動物。最後棒良くないな。米津玄師。前髪がモノズみたいで見にくいわ。前があっても前が見にくいよ。どっちもやな。いや、見た目もやな。歌のこと言ったね。平井堅。目瞳をね閉じて上見て声高い。確かにうまい。うまいよ。普通に。ミッツマングローブ。背が高いでかいお姉の濃いメイク。おい。馬なってる感覚あってん、俺正直細めにしてるやん、お前俳句バレんように。ちょ、だるいわ、いいや。俳句こそれんしてん、お前俳句こそれんしてる。解散して家帰って一人でやってないよ。寝る前とか一人でやってるやん、なんか病気やん、お前。歯茎。見えちゃダメ、笑った時にあまり見えずに。そんなことはないよ。そんなてない、やれてないよ。そやれてないんだ。何がそれは。やれてないやろ。似てるけど。ベーコン。分厚くて切り分けたならアメリカの。おお、うん、下手や。え、そう、今の笑ってる。全然笑ってない。全然笑ってない。何で笑ってない。おいです。うわ、久々できる。いた。あ、いった。殺してまおうかな。あー、いった。タモリさん。はい、次ジュジュです。どんどん来ますわ、アーティスト。なんていつまでたらジュジュ。ハモリさん。ハモっても文句なしの上うまい。ハトリさん。24時間テレビの前で喋ります。ザコシさん。ゴースゴース。
肌だるま体型黒ハット。うまい。うまい。朝立ち。朝起きてエッフェル塔がそびえ立つ。逆立ち。朝起きて両手をついて逆さまに。苛立ち。朝起きて昨日を思い出しムカついて。イカズチ。朝起きて天気悪くて光ってて。浅田真央。表情の滑る滑るはポーズする。スラスラ行こうか。じゃあ、うんうんうん、もうだいぶ温まったですよ。止まることなく、はい、スラスラ行きましょう。はい。戦国時代、武将たち、それにつけ続けと言わんばかり。スロースターター。俺遅いで、まったり待ってくれてもええんやで。二日酔い。朝起きて、酔っ払ってる、残ってる。つらい。お前って二日酔いは朝起きるやん、だって。もう起きてくれんな、お前もう。もう朝起きすぎやって。ミスった。あー、ケイト行ったいねん、これ。何それ、ダッサイの。人生ゲーム、ルーレット、回して一歩嫁乗せろ。杏仁豆腐、白いやつ、トゥルントゥルンのパンパンパン。フリーザ、ひょ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 、この星消すわよ、いいのかな。どの回 GT、 どんな声やった、なんか。ほほほほか、ほほほちゃん、おほほ、おほほほやった。何やったっけ。でもひょ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 ではない。ひょ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 、雑魚やねん。リメイク大失敗よ。痛い。よっしゃ。痛い。痛垣大輔。ひげが斜め。両サイドに向けて、おのおのの道。ひげやん。ひげばっくりやん。もっとあるよ。板垣大輔のひげやん、そのお題。板だけ大好き。板だけを愛してやまないコレクション。うまっ。うまい。めっちゃいい。カリフラワー、ブロッコリーみたいだけどなんか違う。0.0点、何が嫌とか言っていい。みたいだけどが嫌。みたいだけど、そのうまいみたいにね。みたいだけど死刑囚、捕まえて、後ろでくくってやりたきゃない。周波数が合ってないのよ、最初とか。スピードやもんだ。タミネーター、ウィーン、ビッバック。何をしてんの、おい、何をしてんの、ずっと。ちょっと、ほんまにひどい。ほんまにひどい。あっか、王将全部出そうなった。笑ってるかな、誰か。アーノルド・シュワルツネッガーは一番笑ってる。笑ってるか。痛い。やあ。カジキマグロ。先鋭い。カジキのようにのよぎます。泳ぎます。カジキのようにって。カジキで何なの、カジキが寄贈なの。マグロ。マグロの仲間やんな。そう。カジキって何なの。カジキマグロ。あのカジキって何なの。なんか、多分ここなんか昔のあるんじゃん。ここカジキって言うの。え、ちゃうんかな。カジキ、マグロとか。え、ちゃう、カジキって言うここは。ここカジキって言うんじゃん。その由来があるやんか。だってな、花カマキリとか、花っぽいカマキリやんか、うん、そうやな。カジキってことか、ここは。早くしようぜ。みやび悩んでも俺らよ。みやび悩んで。関口メンディー、箱乗せて茶色いでっかい踊ってる。
箱の中身は何だろうなとかもできる。できる。の下がメンディーってこと？関口フェンディ。箱の中いろんな柄のブランドもん。だってメンディーじゃないもん。関口パンティ。箱乗せて中身を探っていただきます。広末涼子不倫した。もうわけわからん手紙や。何書いとんやあいつ。広末涼子不倫した。クマみたいなシェフと何しとんねんあいつは。何お前らのその感情やん。説明してや。そのお前らの気持ちじゃなくて。パーソナルトレーナー、個人的私につけば夜音もよくなるな。何やねんそれ。トレーニングちゃうやん。いやこれがやっぱり世間的なイメージなんで。ヨダちゃんやん完全に。ウンパルンパ腹が立つやがましいだけの小さい子。何されんでそんなアンチやねん。何もされてへんやん。なんでウンパルンパアンチやねん。間違った。そんなやつおらんよ。ウンパルンパいいやつよ。ウンパルンパ何もんじゃ。あれ見て誰が笑うんや。一番うまかった一番うまかったスラ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 一番出た